あ、入れた。え、入れたな。おお、すげえ。どっち行ったらいいんやろこれ。中に入る。あ、このとりあえず、あ、こっち行ったらいいか、とりあえず。はー、勝てたー。中二心くすぐられんなー、この。え、商人がいた。え、設定とかで変えれるんじゃない？押し込みで馬降りひんとか多分。俺そんな押し込まへんから気にしてないけど。来たよ、魔術学院レアルカリア。いや、このドッスンキャラで勝てるかな。あ、魔法使いが多いんか、ここ。そりゃそうよな、魔法使いなんか俺の筋力の前では無意味よ。あ、なんかラグ。いや、あのドラゴンまさか1回だけしか死んでないって。こいつらか。うわ、これドッスンじゃきついかも。なんで俺めっちゃ受ける。うまいやん俺。ちょっと、あ、やばいかも。この武器やばいかも。ちょ、この装備がやべえ。めっちゃデブい。こいつバカやな。おれー、えぐ。力こそが正義。いや、ちょっと動き早くしたい。魔法カットの盾を使ったらいいってことやな、ここは。そんな盾はね。いや、でもやっぱ俺はちょっと一旦ロングソードでいくか。ロングソード、ちょっと使いやすいねんな、この武器。どっすん、ここきついな。来た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 。よーし。うう、これが強いねんな、盾持ち。バカバカバカ、おバカ。めっちゃキモい。こいつドラゴンより強いやん。こいつドラゴンより強いやん。危ない、マジで死ぬ、マジで死ぬ、マジで油断してた、死ぬ、マジこんな雑魚に油断してた、うん、死ね。よし。ああ、もうちょっともったいないことしない。あ、あ、そうやな、ちょっとマジか、これちょっと強いな、このロボット。バカきしょいねんけど。ミスった。頭でかいなぁ。きしょいなぁ。あー、あのドラゴンの戦いでもうだいぶ疲れた。黄金のルーン裏にアイテム。あ、ないです。あ、俺放浪騎士、俺放浪騎士ってやってる。蘇生って読めやったっけ、それ。素性やったっけ。喉が、喉が痛え。おで放浪騎士を。装備最大重量も上げたい。やっぱこのゲームは鎧じゃないとね。鎧かっこいいよな、これ。鎧と盾と剣、これがかっこいいよ。中二心がくすぐられんのよね、この組み合わせ。シンプルに強いしな。うわ、お前殺すぞ、マジで。ここから飛びついてきたんだよ、お前。で、こいつら、それ気象いくせに攻撃力高い。攻撃力じゃないわ、体力高い。おい、死ね。
やっぱあの剣強いかな、これ。この剣も使うなら両手武器な気がする。やっぱでも、おお、これが出血か。だいぶ強いな。盾捨てるか。ちょっと装備重量減らそう。魔力カットを上げたいね、このステージは。装備重量減らしていきたいな。オッケーオッケーオッケー、回転できるようになった。よし、これでいい。あ、3発目でこの出血ダメージが与えれるのにね。もう出血っていうんですね。もう切りつけとったらなんかね、なんていうんかな、一定のメーターが上がっていって、なんて言ったらいいかな、この出血ダメージ。とりあえず出血すんのよ。もうちょっと説明できない。出血ダメージの説明ができない。誰かコメント欄でうまいこと説明してみて。出血ダメージの、なんかできる人いる？あー、噛まれた。え、結構食らうやん。うえー、あ、囲まれた時にこれ使うんか、強いな。ちょっとコメント欄が読めないよ今。わお、やっぱ振りがちょっと遅いな。ズバーン、爆発するみたいな感じ。一定ダメージで爆発するみたいな。あ、そう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 、まあそんな感じ。あ、蓄積ダメージがドン、はい、これ。そうそう、もう出血武器で切ると出血の蓄積ダメージが蓄積ダメージがドン。そう、これ、この武器で切ると蓄積ダメージがドンっていうか強いな。殺すぞお前ら、犬風情が。ちょっと重い武器使ってなかったからむずいな。振りが遅い。あー、もう、やっぱ俺ロングソードかもしれへん。なんか生き返ってない、これ。生き返ってないこいつら、気のせい。死んでたやつ生き返ってない。あー、くそ、あ、やばい、ほんまに死ぬ。誰誰誰、両手上げとうときがやべえな。飛びついてくるやつやろこれ。これゾンビやん。ああ、よいいよいいよ、ラスト一匹。うぅ、死んでるよな、生き返るよなこいつら。あー、潰れるかもったいない。鳥足の白銀漬け、これ、これどうやっていくんや。よしよし、これで合ってるかこの生き方。よし、人形兵の位牌。あ、あ、こっちから来れたんね。うわっ、うわ、そしたら人形兵か。いやー、こんなとこで戦いたくない、ほんまに。こんなとこで戦いたくない。めっちゃ矢飛ばしてくるやん。いや、もう嫌や。落ちるって、お前落ちて。めっちゃ矢刺さってる。危ない、え、なんで俺落ちんかったん今。
いや刺さりすぎやろこいつ。あれ戻れへん。こっちか。こっちでいいんか。よしよし。いいよ。ちょっとあっちの武器が悩むな。これで慣れた方が強いんやろうけど。もう先右に注意しろ。なんかおる？どこや右って。あれ？反対側来てる。ふう、ドラゴンがしんどすぎた。びっくりした。あ、危な。3発目で飛び出るやろ。なんで、あー、はいはいはい、いいね、いけるな。よし、黄金のルーン、ナイス。これ、殺したい。待て、これアイテム出るんやろ。よし、いや、どけどけどけ、もういいね、いいね、うぜ。よし、幻影の槍っていうのを拾ったぞ。犬がうざい。よし、びっくりした。キノコいらんねんけど。あー、これガード意味ないんか。もうちょっとうざいです。あ、ちょっと今1個余分に使って。バカうざいこいつ。これ振り速くならんのかな、能力上げてったら。いいね、はいはい。犬っころ、どっから出てきたお前。よっしゃ、間違えてる、間違えてる、操作間違えてる。あぶ、マジ危ねえ、マジ危ねえ、マジ危ねえ。犬マジ殺すぞお前。いいやお前。よし、あ、危な。よし、うー、はあ、めっちゃ湧いて出てくる。おい、強いね。でもこの武器だいぶ、ちょっと俺もう回復なくなったんですけど、やべえよ、回復がないよ、やべえよ。あれ回復どこや、あ、これか、これ雨万歳、やがまし。いや、なんか出てくるかな。いや、なんか怪しいのあんねんけど。これ上上がれるんか。ちょっとあれやばくない。ちょっとこれ回復ない状態でいけるかな。いや、ちょっとこれ上にな、多分上になんかあるはず、多分かがり火やったっけ、あ、祝福が多分あるはず、俺の予想。祝福一回触ってからあいつを叩き、戦いたい。それじゃないとまた一回、多分あいつ勝てへん、絶対強いもん。攻撃してこい、これ強すぎんねんな。ない、祝福絶対あるやろ。来たー、戦わんでよかったー。
最後まで乗った方がいい？まだ先あったん？あれ。よし。これ最後まで乗ったらお前死ぬやつやん。これ絶対ひっくり返って死ぬやん。俺殺そうとしたな。だあれでもこれ逆に降りれへんくなってもた。もしかしてあミスった俺。どうしよう、どうやって降りよう。これタンタンっていけるかな。タン、あ死ぬ。あああああああ下降りれへんくなってもた。ああ、え、これ反対側まで乗ったら俺死なん？これ絶対死ぬやろ。祝福のことかがり火って言ってしまう。絶対死ぬやんこれ。あ待って、逆にこれでここから降りれる。あこれ逆にここから降りれるやん。そう、前のねあれはねかがり火って言ってたんよ、祝福のこと。あれちょっと降りすぎじゃない？ちょっとこれ降りすぎじゃない？ちょっとを目指せ。まだ下になんかあるんか。あれこれがどこ？めちゃめちゃ迷ってる。あれこれ死んでる。え？こいつら絶対起き上がるやろ。もう群れに注意しろって。もう絶対起き上がるやん。あで今当たり判定あった。はい、やばい、来てる。これか、群れって。もうお前ほんまにしばくぞ、お前。いや回復でき、やべ、バカうぜ、このクソ鳥。バカうぜ、バカうぜ、こいつらバカうぜ。あ、ほんまに死ぬ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 。一旦距離開け、一旦距離開け。バカうぜ、こいつら。一匹だけ？こいつさっき殺すか。弱ってるし。距離感がまだ。よし、しゃしゃしゃ、うんー、トシ来い来い、お前ら雑魚来い。おっつ、あと、トシ、やっ、よし、ほいほいほい。この時にねもっとダメージ出せる、出せんねやけどな。ミスってんな俺操作。ほい、よーし、いいぞ。もうだいぶアイテムある。うわ、ルーンや、ルーン大量にある。超鳥人形兵の位牌。あ、なんか良さそうな位牌いっぱいあるね。んで下か。あ待って、戦いに行けるやんあいつと。マップがもうすごい広いね。一生遊べるんじゃん。下行く前にあいつをぶち殺しときたい。血まみれよ。もう俺血まみれよ。ここやったっけ。あここやな。さあ勝てるかなあいつ。絶対やべえもん、かわいそうなやつ。こいつ絶対やべえもんな。ちょっと
旦動きみたい、一旦動きみたい。これがやべえ。よしよしよし、はい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 、魔法使いね、魔法剣士。オッケー、ヒルムだ、ヒルムだ、全然勝てるわ、余裕やん。いいよ、余裕のよっちゃんいか。おお危ねえ、出血溜まってんぞ、そろそろ。ミスった、全然攻撃力ないやん。え、弱くね。え、おっさん強そうに見えてバカ弱くね。おっさん俺が強いん。ナイス、これ微妙くない。ナイス、え、弱っ、ビビって損した、重力弾。おい、ちょっと届かへんぞ。装飾の胆石、模食か、弱っこいつ。さっきのと比べたら弱い。さっき誰と戦ったっけ、記憶なくした。誰だっけ、あ、ドラゴンか、ドラゴンか、弱っ。血まみれがやばい、血まみれすぎる俺。よし、なんでこの椅子だけ潰れへんの。モンハンのドラゴン、あー、あいつね、モンハンドラゴンに見えた一瞬。モンハンドラゴン、みんなわかる。あ、こっち側も進めるやん。俺どっちから行こう、下からか、こっちからで一回行ったん。ミスったー、先回復しとけばよかった。あの人を忘れたの、あの人はもう忘れられんな。今日の一番の人やろ、あれ今日の一番というか、多分俺のエルデンリング史上1位。隠し道とはな、危ないなこれ。教室のスクロール、隠し道やん。もう宝箱もな、ミミックみたいなやつがおんのよね。めちゃめちゃ拾ってるアイテム、でも俺いまいちアイテムの使い方わからへん。隠し道見っけ、胆石、ミミック懐かしい。ミミックはドラクエのなんか宝箱に、ま、化けとうやつやね。こいつはバカなん、目の前で味方死んでんのに。おめえらバカなん、遅い遅いです。ほい、よくね、今音だけで避けたよ俺。ほいほい、あっつ、こいつら結構経験値落としてくれんな。ターンエンド、なかなかいるね。こういう時はね、もう一匹ずつ殺していくのが戦いのセオリーですね。一匹削ったやつ殺すか。ちょっとこれ近づけへんな、なかなか。俺距離詰める攻撃ないからな。あ、あるわ、距離詰めれる攻撃持ってた俺。セイヤー、セイヤー、全然飛ばへん、使えんな。これエグいんですけど、なにこれ、これやべ、かーし、何が来たん俺、何に巻き込まれたん俺、一旦
一匹ずつ殺していかないか。来た、こいつか。武器強化、武器強化ちょっとしてるな。ここがむずいね。壺先来てくれんかな。こいつらマジ。さあどうしようかこれ。ちょっと待って、どうしようかなこれ。いやー、クナイも投げれへん。3発使わしていいので、クナイ、ちょ、とりあえずツボ来た、ツボ来た、ツボ来た。ボケ。とりあえず1体殺したやろ。バーリーうざいねんけど、これお前らそんな戦い方しておもろいか。じゃあ違うやつに投げてる、お前アホか。よし、そう、ナイス、あと一発、ナイス、ナイス。来た、壺星人。壺はね、ちょっと重量級の剣の方がいい。ここがどんぐらい強いかやな。うん、結構強い、この壺結構強い、この壺強いぞ、この壺強いぞ。ミスった。よし、ジャンプ攻撃でひるむ。ほらー、じゃあおちゃん、お疲れ。こいつ、はい、待て、弓兵、弓兵じゃない、魔法使いたちが来てる。おお、ああ、マジ殺す。これつぼちゃんちょっとかわいい、あのやつかわいいと思ったかんよ。ふう、あ、なんで本でどっついてんの。ら、筋肉こそ正義。なんであかんねん、開けよ。一回ちょっと宝箱は切っとう方がええ絶対。どっから湧いてきた、お前。近づいたら本振ってくる、こいつらバカ。よし、あー、もうどんどん出てくる。壺人間が、壺人間じゃないわ、こいつは何、魔法ジジイがいっぱい出てくる。うわ、待って、強そうな魔法じじいがいる。剣魔法じじいか、あれ。よし、剣魔法じじい一人で殺す。こっち来い、じじい。バカチンオッツ、バカチンオッツ、バカチンオッツ。ガードごと吹き飛ばす。それがゴリラステージ。あかん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 、ガードしたかん、ガードしたかん、ガード食らうぞ。ということはガードは無意味、ガードは無意味、キルのみ。マジ殺せ、こいつ。ガーッ、ここで死にたくない、ここで死にたくない、ここで死にたくないよ、ここで死にたくないよ。えっ、よーし。マジで腹立つな、こいつの顔。
べえ、血まみれザゴ。嘘つきがあるぞ。ちょっとそろそろ祝福がないときついよ。ボスやん。おい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 、これ回復ないし戻るしかないやん。これ何これ、クソゲーやん。俺のこの頑張りは全部無駄やったと。走り抜けるしかないと、うん、そういうことね。クソゲーやん。おお、壺のアイテムなかなかいい。いや、走り抜けるか。よし、結局このゲームね、走り抜けるの最強やから、もうこのゲーム走り抜けた勝ちやから。走る走るゴリたち、ゴリゴリゴリ、殺すぞお前。ゴリ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 、中ボス誰ですか。ワンコ、ワンコロちゃん、中ボスワンコロちゃん。やるねワンコ。あ、うん、こいつ超強いね。まず動き見るとこから。このワンコ超強いね。ふざけてる、こいつの強さふざけてる。動きをちゃんと見ろ、動きをちゃんと見て。あ、ちょっとこのワンコバカ強いんやけど、ふざけてる。よしよし、でもこいつ結構体力はない。武器変えたい。うわっ、うっ、武器マジ変えたい。よし、よーし、こっからや。ファイヤー、うわ、ひるまんのか、まさかのひるむと思ったんやけどな。ミスった。シェイ、何もできひん、この俺が何もできひん、この俺様が何もできひん。ひるんで、あ、ひるまんの、ほんまに。よし、よし、エビフライみたい。かあ、きしょい、ガチきしょい、お前ガチくしょい。俺勝てない。狼出せんくなってもった。クラゲ頼む。俺どこで死んだ、さっき。拾いたい拾いたい拾いたい、どこや、あー、もうクラゲ役立たん、マジで。お前何のために出てきた。集中集中、クラゲマジ何のために出てきた。お前貸した、避けてるだけじゃ勝てない、避けてるだけじゃ勝てない。早いねな、ローリングが。俺おで、こんな犬っころに、こんな早いねな俺ローリングが。
集中、一本集中、もう一回来る、早いね、なおれローリングが、回復ちょっとタイミング早かったな。これは無理だ。いや諦めたらあかん、諦めたらあかん、諦めるな俺。3回ね、もう動き見る、 IQ で勝つ、こんなクソ犬には、クソ犬には IQ で勝つ。もう一回来るやろ、ボケ。これだけでいい、狙い、狙いこれだけでいいんかもしれん。これシュチュー、もう一回くれやろ、ボケナス、しれい、チンカスが、えい、チンカス、ボケ、もう一回くれやろ、チンカス、ボケ、しゃーしゃー、マジ指疲れる、もう一回来んのか、早いなは、見てないわ、それは聞いてない動きされたわ。 NO!速攻狼ガオ、よーし、狼当てんかったぞ、これガチ勝ったわ、これガチ勝ち、ガチ勝ち決定、全部俺の方に来い、全部攻撃俺の方に来い、落ち着いて見切るよ、多分勝ったやんこれ、雑魚こいつ鼻くせやん、あれ取ってないな、まだ、 あった、よし、狼お前下がっとけ、これが相手するから、ナイス、よしよし、狼カバー、狼カバー、回復巻きたい、狼カバー、ダボ、早いねん俺。
さあ、いいぞー。はい、アホ。はい、アホーバカ。くそ、よくんだ。早いね、俺。食らう。あー、一発食らった。これな、この剣が地味にうざいな。ガードできんし。ふぅー、頭痛くなってきた。頭痛くなってきた。集中しすぎて頭痛くなってきた。一本満足？早いよ俺。もったいない。もったいない。これがむずいね、意外と。見えてきた。月の糸、ここだ。終わりです。油断すんな、油断すんな、油断すんな。月の糸、やべ、もうやべ、もうやべ、もうしんどい。ドラゴン、ドラゴンも倒したし、バカ犬も倒したし。